アメリカでは RV 市場がこの10年で2倍に成長しました。全米で RV は今1000万台、25人に1人が所有していることになります。家族全員で最新の RV の設備やパーツを選びに来ているのはシアトルの近郊に住むホワイト一家です。夫グレッグ33歳、妻ジェニー27歳、夫婦は8歳6歳5歳の3人の子供と、まもなく電脳カーボーイとしての暮らしを始めようとしています。旅の生活での仕事はまだ決まっていませんが、都市生活を捨てる決意をしました。あと4週間で会社生活は終わりです。9年間のキャリアを投げ捨て、新しい人生を始めるんです。新しい出会いがとても楽しみです。ホワイト一家の家はシアトル近郊のエスコアという町にあります。2年前に買ったまだ住宅ローンの残る家を今売りに出しています。狭い RV に引っ越すために徐々に家財道具の整理を始めました。この1年ホワイト一家は新しい生活に移る計画を練り、準備を進めてきました。これから家になるのはこの車です。家族旅行用に1年半前手に入れた中古車です。ずっとここで暮らしていけるように手を加えていかなければなりません。キッチンから水が漏れてしまいました。退職間近い会社に通勤するグレッグです。グレッグが働いてきたのは世界的なパソコンメーカーです。勤めて9年目になります。コンピューターの技術面、そして営業面にも精通した彼は33歳にして製品開発の重要な一部門を任されました。グレッグは少年の頃、両親の離婚で経済的には恵まれない時代を過ごしました。アルバイトで学費と生活費を稼ぎながら大学を卒業しました。この会社でも時給6ドルの工場作業員から叩き上げました。勤勉な働きぶりで信用を勝ち取り、年収2000万円という今の地位を築いてきたのです。しかし人も羨む成功は大きな代償を支払ってようやく勝ち得たものでした。週70から80時間がむしゃらに働き、ストレスによるジンマシンが出て苦しみました。仕事に疲れて帰ると慕ってくる子供にイラつき、声を荒げることもありました。妻のジェニーは子供の学芸会に行ってほしいと口にすることさえできませんでした。会社中心の生活は私たちの喧嘩の原因になってきました。グレッグが参っているのを見るのはもうたくさんです。
それは私や子どもたちにも伝わり、重くのしかかってくるからです。今の生活は私たちを傷つけている。健康、結婚生活、子どもたちを傷つけている。そう思ったのです。私はもうお金には支配されたくないんです。出発までには多くの問題を片付けなくてはなりません。この日の夜、ホワイト夫妻は RV 生活に入った後の仕事をどう考えているか子供たちに説明しました。All right, guys. Now, do y'all understand, kids, what we're trying to do here? You know, Dad's quitting his job of like 9 years, and you know how I've been going to work like 9 to 5 and stuff like that. Mm-hmm. Yeah, and I'm quitting my job.So we can go on the road. So we need to figure out how we're going to get our money. Exactly. Because Dell's been paying us and now we need money somewhere else. This is what mobile marketing is. グレッグはコンピューターの知識を生かした仕事などいくつかのアイデアを子供たちに話しました。We're doing doing like karaoke or maybe child care where we hang out with kids all day.Or maybe we do. I think child care would be pretty cool because then I can make some new friends. Yeah, and that's kind of the thought behind it too. Okay, our Dorchester home is the first home that we bought. グレッグのメモ書きです。残りの住宅ローン、家が売れた時の代金、そして現在の貯蓄。やりくりすればこのあと1年間は家族が暮らしていけますが、その間に新しい仕事のめどをつけなければなりません。Probably about $17,000 in cash. I ended up getting out of bed and actually sat up and wrote in this book right here, as a matter of fact. And I started on the last page, so I didn't have to dog ear anything. Oh, aren't you the genius? And I started putting all the numbers together.子供たちが寝静まった後、会社の社長宛に辞職願いを書くグレッグです。 RV で家族と共に生きること、出会った人々とのつながりを大切にしたいこと、そこには悩み抜いた末に選んだ人生の形が綴られました。新しい生活を通して私は子供たちに伝えたいんです。お前たちがパパやママの人生のすべてだと。たとえ貧乏暮らしになっても週に20ドルの生活も経験しているんですから。シアトル近郊のホワイト一家の出発の日が近づきました。子供たちが学校との別れの日を迎えました。最後の授業です。Dear Austin, it was great having you in my second grade class. It was fun playing soccer with you at recess. Remember when we stood together at the music program? I will miss you, your pal Drew Shimizu. Thanks. Oh, cool. Christine, would you like to read yours? Okay. Do your yellow maneuver.頭にいろんなことが浮かびました。この決断が子どもたちにとって悪い結果にならないか、私たちは正しいことをしているんだろうかとも思いました。でも誰かに生き方を決めてもらうことはできません。今私たちは強くなって意思を貫かなきゃと思うんです。
出発の日です。Kids are so easy. They don't get it. Okay. Of course, they didn't do all the work to the house, so they don't have any strong ties with it.It's the only wood stove we've ever owned.住み慣れた家との別れは、学校、会社、これまでの人生そのものとの決別でもあります。家、仕事、家族、自分の人生にとってかけがえのないものは何か。問い直し続ける長い旅がまた始まりました。